たくさんの方にご縁をいただきましたので、僕の持ってる笑顔の種をこうつないでいただいて、みんなが笑顔になってくれるようにお手伝いをさせていただこうかなと思ってます。そのやる気が出てきました。どうもありがとうございます。今日は第2回コラボ祭りということでありがとうございました。感想なんですけど、たくさんの人が集まっていただいて、本当に感動しています。あといろんな方々がですね、手伝ってくれたりとかして、皆さんの協力のおかげで、おかげさまで大成功することができましたので、本当にありがとうございました。はい、で、これからなんですけど、こうやってたくさんの人々から応援をいただきましたので、ね、法人を立ち上げて、合同会社日本マルーピング協会という、ね、会社を立ち上げたんですけれども、今回こうやってたくさんの人から応援をいただきましたので、その応援を背負ってですね、皆さんのお役に立てるように、僕は人や社会の役に立つ仕事をしたいと思ってましたので、人々をね、喜ばして社会に貢献できるような、そんな活動をファイナンシャルプランナー、貯蓄アドバイザーとしてやっていきたいと思いますので、これからも応援の方よろしくお願いします。今日は皆さんに喜んでいただいて一番嬉しかったです。前回も続いて今回もですね、本当にたくさんの方に来ていただいて、もう皆さん笑顔でもう懇談されて喜んでいただくのは非常に良かったと思います。そういった意味では長い時間をかけて何回かもう会議を重ねてやってきた会があったかなと。で今後もですね、この幸せの笑顔の輪を広げていきたいと。でそのためにはこのコラボ祭りも、3回4回5回と継続して、やっていきたいというふうに思っています。お金同協会としてはこれを、柱にして、あと、個別で、コンサルさせていただくとか、そういう、地道な活動もやっておりますのでまた何かありましたらFacebook で連絡をいただくとか、そういうふうにしていただければ、何なりと、ご指定の時間場所に伺いますのでよろしくお願いします。今日も第2回コラボ祭りにご参加いただきましてありがとうございます。皆さんのおかげでいろんなご縁がつながりました。ありがとうございます。第3回目は11月26日三重県文化会館で開催させていただきます。出展者も募集しています。来てくださいね。